サンフランシスコはアメリカ海軍の重巡洋艦。ニューオーリンズ9重巡洋艦の保番艦。艦名はカリフォルニア州サンフランシスコにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。サンフランシスコは1931年9月9日にカリフォルニア州バレーホノメアイランド海軍造船所で寄港する。1933年3月9日にバーバラ・イム・バイリーによって 命名、浸水し、1934年2月10日に、艦長ロイヤル、イーインガソル大佐の指揮下収益した。サンフランシスコは、ブリティッシュコロンビア州、ワシントン州、ハワイ及びメキシコをめぐる、大掛かりな完熟航海を行った後、メアアイランド海軍造船所に戻った。方針を交換した後、1935年2月に、第6巡洋船隊に加わり、 5月にハワイ水域とアラスカ近海で行われた演習第16次フリー,イートプロブレムに参加し演習終了後はカリフォルニア南部に戻った数週間後サンフランシスコは北西海域への艦隊訓練に参加し7月にはアラスカに向かった8月にカリフォルニアに戻った後サンフランシスコはワシントン州から ペルー沿岸に至る太平洋東部を行動した。1939年1月、サンフランシスコはショーアンティル諸島近海で行われた第20次フリートプロブレムに参加するため西海岸を去った。3月に入り、サンフランシスコは第7巡洋戦隊の機関となり、グアンタナモ湾を振り出しに南アメリカ諸島を訪問する航海を行った。前半は、 東海岸側の港を訪問し、マゼラン海峡を通過後は西海岸側の港を訪問。6月にパナマ運河を通過して航海は終わった。9月1日に第二次世界大戦が勃発するとサンフランシスコはノーホークを拠点として中立パトロールを行った。サンフランシスコはサンフアンやプエルトリコ。 トリニダード島など西インド諸島を航行する客船や貨物船の護衛を10月14日まで行った。ノーフォークに帰島した後、サンフランシスコは1940年1月まで同地に滞在し、1月11日にグアンタナモアンに向かった。ここで船隊機関の任務をウィチタに加わってウェイク島の戦いを助けるためサラトガに 海兵隊の戦闘機と要因を乗せて出撃した。しかし、太平洋艦隊司令長官代理、ウィリアム・パイ中将と、海軍作戦部長、ハロルド・スターク大将、合衆国艦隊司令長官、アーネスト・キング大将の三者提案の結果と12月23日のウェイク島陥落により、ウェイク島の北東約683キロ地点に、達していた第14任務部隊は行き先を、 ミッドウェイ島に変えて同島に戦闘機を降ろし、12月29日に真珠湾に帰島した。1942前半、編集1942年1月8日、サンフランシスコは空母エンタープライズ機関の第8任務部隊に加わり、空母ヨークタウン機関の第17任務部隊と共にトゥトゥイラ島への輸送任務に就いた。1月18日にトゥトゥイラ島に到着後、 サンフランシスコはマーシャル諸島及びギルバート諸島の日本軍を攻撃する第8任務部隊及び第17任務部隊と分かれ輸送船団の護衛任務を続けた。2月8日、サンフランシスコはトゥトゥイラ島を出港し、2日後の2月10日に空母歴新トン機関の第11任務部隊に加わり、第6巡洋船隊に合流した。第11任務部隊は、 ソロモン諸島東北海域からラバウリを攻撃すべく、進撃した。しかし、2月20日に、第11任務部隊は、ブユゲンウィル島近海で、日本の97式飛行艇に発見され、一式陸上攻撃機17機が飛来してきた。第11任務部隊は2度にわたる攻撃を受けたが、一式陸港17機のうち13機を撃墜して2機を大破させ攻撃を挫折させた。しかし、 第11任務部隊は高速航行を続けた結果、燃料事情が心細くなり、ラバウル空襲は断念せざるを得なかった。その後の数日間、第11任務部隊は南太平洋で行動し、ついで第17任務部隊と共に、日本軍に通打を浴びせるため、ニューギニア方面に向かった。その途中の3月7日、サンフランシスコの艦載機1機がなくなっていることがわかり、 捜索したもののこの時点では発見できなかった。3月9日から10日にかけての夜、第11任務部隊と第17任務部隊はパプア湾に入った。夜明けとともに関西機を発進させ、パプアニューギニアの応援スタンレー山脈を越えて、ライトサラマーの日本軍上陸部隊に奇襲を仕掛けた。翌日、ミネアポリスが行方不明になっていたサンフランシスコの艦載機を発見し、 サンフランシスコの元に送り届けられた。3月26日、サンフランシスコは、新珠湾に帰島し、約1ヶ月後の4月22日には4093、船団を護衛して、サンフランシスコに向かった。5月末に、新珠湾に戻ったサンフランシスコは、第37不評子団を輸送する p w 千七十六船団を護衛し、スバを経由して、オーストラリアに到着した。 サンフランシスコと護衛艦艇は、オークランドに寄港した後ハワイに向かい、6月29日の真珠湾に帰島した。しばらくして、サンフランシスコは、駆逐艦ラフィー及びバラードと共に4120戦団を護衛して、フィジーに向かい、同地でソロモン諸島に進行する部隊と合流した。ガダルカナル島攻防戦、編集8月7日、連合軍が発動した。 ウォッチタワー作戦により、ガダルカナル島とつらぎ島への上陸に橋を発する、ガダルカナル島の戦いが始まった。初期のガトー攻防戦において、フランク・フレッチャー中将が指揮する第61任務部隊が航空支援を提供した。サンフランシスコは終日にわたってアメリカ軍の上陸を援護した。この後、サンフランシスコは第18任務部隊に入り、 第一次ソロモン海戦で、K 順さん不安に、正気を掲げていたノーマン・スコット少将は、サンフランシスコに帰還を変更した。8月31日、フレッチャー・提督の帰還サラトガが、E26 に来撃されてひかみなり、約3ヶ月の修理を余儀なくされた。9月3日、サンフランシスコは補給のためヌメアに向かった。補給が終わると9月8日に出撃し、9月11日に、 第17任務部隊の空母ホーネットと合同して洋上給油を行う。9月14日、ガダルカナル島向け増援部隊を乗せたアメリカ軍輸送船団はニューヘブリディーズ諸島を出撃した。南太平洋部隊司令官ロバート・エル・ゴムレー中将の命令により、ワスプとホーネットを機関とする任務部隊は輸送船団の間接護衛を行う。9月15日14時50分頃、 第18任務部隊の機関ワスプと第17任務部隊でホーネットを護衛していた戦艦ノースカロライナ特逐艦オブライエンに E19 の発射した魚雷が命中した。ワスプは大火災となった。これを見てスコット少将は隣人に部隊を指揮した。サンフランシスコと従順ソルトレークシティは15時20分までに ワスプの栄光準備に取り掛かったが、ワスプの火星は衰えず処分されることとなった。慶ン、ヘレナなど、周囲の艦艇に、ワスプ乗組員が異常した後、駆逐艦ランズダウンが、ワスプに向けて、魚雷を発射処分した。コーネットだけになった、米軍機動部隊は、出迎えに来た戦艦ワシントン部隊や、別動隊と合流し、エスピリトサント島に交代した。 9月17日朝、第18任務部隊の内従順サンフランシスコ、軽巡受脳及び5隻の駆逐艦は、第17任務部隊に合流して、輸送船団の護衛にあたり、残りの艦艇は、バスプの生存者を乗せて、ヌメアに向かった。9月23日、部隊の編成が変わり、従順サンフランシスコ、ミネアポリス、ソルトレイクシティ、チェスター軽巡ボイシヘレナ及び、 第12駆逐艦軍をもって第64任務部隊が編成され、司令官にはスコット少将がついた。スコット少将は引き続きサンフランシスコに勝機を掲げた。翌日部隊はニューヘブリディーズ諸島に向かった。サボ島沖海戦編集サボ島沖海戦も参照10月7日第64任務部隊は アメリカ軍が東造園部隊輸送船団の援護と日本軍のゾー造園部隊阻止のためニューヘブリティーズを出撃した。10月11日午後 B-17 が巡洋艦2隻と駆逐艦6隻からなる飛行場砲撃部隊がブーゲンビル島からニュージョージア海峡を通ってガダルカナル島を目指していると報告した。ガダルカナル島に銃火器を輸送する任務を帯びていた。 水上規模艦日清と千歳と護衛部隊、すなわち東京急行を飛行場砲撃部隊と誤認したのである。第64任務部隊は飛行場砲撃部隊を阻止するためにレンネル、島近海からガダルカナル島西方を目指して北上した。夜、サンフランシスコから発信した観測機が敵水上部隊接近との報告を送り、第64任務部隊は サボ島の南西方向から北向きにスロットに接近していった。23時30分、第64任務部隊はサボ島の北西9.7キロの海域で U ターンした。新しいコースを設定してしばらくするとヘレナとソルトレイクシティのレーダーは遠方に目標を捉えたがサンフランシスコは気づいていなかった。第64任務部隊は 報告にあった東京急行を見逃し、外南洋部隊支援隊指揮官、ご当存次少将が指揮する飛行場砲撃部隊と鉄底海峡で撃突した。23時45分、こうしてサボ島沖海戦が始まった。第64任務部隊は接近しつつある外南洋部隊支援隊がライトを点滅させているのを見た。最初は陸上部隊との合図と思われたが、 次第に任務部隊を味方と勘違いしているように見受けられた。ライトを点滅させ回答を待っている外、南洋部隊支援隊に対し第64任務部隊は定時戦法を取ったが、当の第64任務部隊の方も通信がうまくいかず、体型が乱れた。さらに、最新の SG レーダーを装備したヘレナが、外南洋部隊支援隊を捕捉していたが、スコット少々は、 この有利を活用できなかった。ついに、サンフランシスコのレーダーも、距離5000メートル先に、官営を捉えたが、スコット少将は、砲撃を許可しなかった。サボ島沖海戦は、ケージュンヘレナが、機関サンフランシスコからの返答を誤認したことで、始まった。外南洋部隊支援隊指揮官も、第64任務部隊指揮官も、お互いが味方打ちをしていると思った。 指揮官の混乱をよそに、ヘレナ以下の先制攻撃により、機関アオバが大破し、後藤存治少将は致命傷を負った。駆逐艦吹雪は降沈し、従順フルタカは高校不能となり、沈没に追いやられた。東京急行に所属していた駆逐艦夏雲と村雲も、12日ピルマにヘンダーソン飛行場から発進した海兵隊機の空襲で沈没した。しかし、 第64任務部隊も干渉というわけにはいかなかった。絹傘と初雪の反撃により、ボイシが大破し、援護した、ソルトレークシティも被弾して損傷した。駆逐艦も、ファーレンホルトとダンカンが、敵味方双方から砲撃され、ダンカンは沈没した。サンフランシスコには、被害がなかった。第64任務部隊は体形を整え、エスピリットサと島に向かった。 混合型戦艦によるヘンダーソン基地艦砲射撃に対しては第64任務部隊にできることは何もなかった。10月15日、サンフランシスコはガダルカナル島の戦いに戻った。南太平洋部隊司令官はゴームレイ中将からウィリアム・ハルゼ中将に交代した。さらに第64任務部隊の再編成が行われ、新鋭戦艦ワシントンと 軽巡アトランタが加入し、ウィリス・エイリー少将が第64任務部隊の司令官になった。10月17日、第64任務部隊はエスピリット・サント島を出撃した。10月20日、第64任務部隊はワシントン及び、アトランタを中心とする一軍と巡洋艦部隊を中心とする一軍に分かれて、ソロモン諸島南方を航行していた。午後9時30分頃、 サンクリストバル島南東沖で日本の潜水艦位176の発射した魚雷のうち1本がチェスターの機関室に命中した。チェスターを外れた3本の魚雷はサンフランシスコとヘレナに向かっていったものの、魚雷を見つけた両岸は回避し、魚雷はヘレナの玄関日近く、ヘレナとサンフランシスコの間、そしてサンフランシスコから1100メートル離れた場所で、 それぞれ爆発した。サンフランシスコはチスターを護衛し、10月21日夜にエスピリトサント島に帰島した後、翌10月22日に再出撃した。第64任務部隊はガダルカナル島日本軍総攻撃に抗下して、南下してきた第2艦隊と第3艦隊に備えた。第64任務部隊は航空船の蚊帳の外に置かれ、10月27日に、 ワシントンが E21 に来撃された程度であった。10月28日、スコット少将はアトランタに移り、サンフランシスコは10月29日にエスピリトさんと島に帰島した。10月30日、サンフランシスコはダニエル・ J ・キャラハン少将の第64.4任務軍機関となった。この任務軍は間もなく故障が第65任務部隊に改められた。 第3次ソロモン海戦、編集、第3次ソロモン海戦も、三照ゴールデンゲートブリッジの下を通過する、サンフランシスコ。1942年12月11日10月31日、第65任務部隊は、ガダルカナル島への増援部隊を乗せた、輸送船団を護衛してエスピリットさんと島を出撃した。コクンボナと、コリミサキに対して、砲撃を行う一方、 輸送部隊は11月6日に揚陸を完了。11月8日にエスピリトサント島に帰島し、サンフランシスコは新たに第67.4任務軍の帰還となった。2日後の11月10日、サンフランシスコは再びガダルカナル島方面に向けて出撃した。正午前、部隊は日本の水上偵察機に発見された。それでも部隊は11月12日に、 ルンガミサキに到着し、増援部隊の揚陸を始めた。昼を少し回った頃、ニューブリテントラバウルを発信した、日本の航空部隊が接近しつつあるという警報が発令された。13時18分、艦船は空襲に備えて動き出した。果たして、14時8分に21機の一式、陸上攻撃機が空襲を仕掛けてきた。14時16分、 一機の雷撃機が撃たれつつも、サンフランシスコの右縁完備方向に向けて、魚雷を落とした。魚雷は、サンフランシスコに沿って通過していき命中しなかったが、雷撃機そのものが、サンフランシスコの完備コントロール室に撃突した後、海中に転落した。この撃突により15名が戦死し、29名が負傷、1名が行方不明となった。 サンフランシスコの第二戦闘式所は激突で火災が発生したが夜までには消し止められた。また20ミリ機銃3機が破壊された。他に駆逐艦部キャナンが5社で損傷した。サンフランシスコは負傷者を攻撃輸送艦プレジデントジャクソンに移送した。ターナー提督は日本艦隊の来襲に備えて輸送船団を退避させ一部兵力を 第16任務部隊の護衛に回し、キャラハン少将とスコット少将の巡洋艦部隊を、混合型戦艦を含む日本艦隊にぶつけた。巡洋艦部隊の指揮は、キャラハン少将が、機関サンフランシスコから取ることになった。キャラハン少将指揮下の巡洋艦戦隊は、ガダルカナル島沖に戻り、深夜連合水道に入った。11月13日午前1時24分。 SG レーダー搭載のヘレナが北西方向2万7000ヤードの距離に低侵攻撃隊を探知し、これを受けてキャラハン少将は定時戦法で日本艦隊を待ち受けた。だがキャラハン少将は効果的な命令を出せず先制攻撃のチャンスを失った。そして駆逐艦ダチと春雨が第67.4任務部隊の鼻先に出現し、衝突回避行動が きっかけとなって人形が崩れた。こうして、停電した後の酒場の大騒ぎが始まった。午前1時48分、サンフランシスコは、真っ暗闇の中に浮かんだ敵巡洋艦を右辺方向に発見し砲撃した。サンフランシスコは、両艦と共同で駆逐艦赤月を沈めたかもしれない。続いて、右辺前方の敵駆逐艦を目標に砲撃したが、これがアトランタだった。 サンフランシスコの司法団はアトランタに命中して多大な損害を与えた。この5社の前後、アトランタは戦艦飛衛の第一戦車で環境などが激しく撃たれ、敵味方からの砲撃により、スコット少将やアトランタの幹部の多くが戦死した。サンフランシスコはアトランタに対して8インチ砲を19発命中させた後、遅ればせながら、 相手が味方であることを認め砲撃中止を命令したが、この命令はどういうわけか味方の全艦艇にも通信されアメリカ側をさらに混乱させた。サンフランシスコの5社はアトランタの沈没直前に改めて判明した。アトランタの上部構造物に緑色の染料が付着していたが、サンフランシスコの着色弾は他の艦とは違って緑色の着色弾を使用していた。 砲撃中止命令に動揺した第67.4任務部隊各艦からの問い合わせに対し、キャラハン・少将は敵を叩け、敵の大物を狙えと指示した。サンフランシスコは自ら手本を示すように、戦艦比叡と霧島に砲撃戦を挑み、停滞反撃を食らった。混合型戦艦2隻と軽巡洋艦長領及び、規格地区間の良い目標となったのである。 日本側各艦は、砲来劇をサンフランシスコに浴びせた。砲弾は、サンフランシスコの左舷側に次々と命中。環境に命中した砲弾は、すべての高級幹部をなぎ倒したか、ひどく傷つけたと思われた。わずかに生き残った者も,も無傷では済まなかったが、数少ない生き残りのブルースマッカンドレス少佐が、サンフランシスコの指揮にあたり、被害対策担当班の、 ハーバートイースキャンランド少佐と共にサンフランシスコを浮かす努力をした。スキャンランド少佐はマッカンドレス少佐に操舵室にいるよう頼み、操舵装置とエンジン制御装置を第二戦速にシフトした。まもなくコントロールの自由を失ったが、司令室からの操作によりかろうじて回復した。しかし、サンフランシスコの艦内の状態はめちゃくちゃになっていた。 やがて、日本艦隊は去っていき、サンフランシスコもガダルカナル島の北岸に沿って、東に向けて航行した。サンフランシスコは77名が戦死し、その中には、キャラハン少以イカ務部隊の幕僚、及びカッシンヤング艦長以下サンフランシスコの幹部も含まれていた。また、105名が負傷し、7名が行方不明になったが、そのうちの3名は後に救助された。 サンフランシスコには45発もの命中弾があり、上部構造物に対する被害は大きかったが、喫水船より下には命中弾がなかった。ヒエと霧島はヘンダーソン飛行場砲撃のため三式弾を多く搭載していたが、三式弾は鉄鋼弾と比べて貫通力が弱く、命中弾の多さの割には装甲を貫いて穴を開け、 致命傷を与えるような損傷がほとんどなかった。これがサンフランシスコには幸いした。火災も館内の22カ所から発生したが、すべて消し止められた。4時を回り、サンフランシスコは、応急修理のためスピリトゥサント島に進路を定め、ヘレナとジュノーがこれに続いて3隻は、シーラーク水道を通過しサンクリストバル島近海を航行しつつあった。10時を過ぎた頃、 ジュノーの医療班がサンフランシスコに移って負傷者を治療するためサンフランシスコに近寄っていった。しかし、その1時間後、残存艦隊は E26 に発見された。E26 はサンフランシスコへ向け魚雷3本を発射してきたが、すべて命中せず、外れた魚雷1本がヘレナに向かったが、これも命中しなかった。しかし、魚雷1本が ジュノーの火薬庫に命中し、同館は強沈した。サンフランシスコには、ジュノーの残骸が降りかかり、一名の乗組員が残骸の直撃を受けて、両足を骨折した。サンフランシスコとヘレナは航行しながら生存者を探したが、間もなく、捜索を打ち切ってスピリットさんと島に急いだ。ジュノーの生存者、約100名は8日間も、 会場を漂って救助を待ったが10名しか生き残らなかった。第67.4任務部隊は大損害を受けたが日本軍のヘンダーソン飛行場砲撃を阻止することには成功した。11月14日午後、サンフランシスコはエスピリトサンと島に帰島した。サンフランシスコはアトランタを5車種多くの将兵の殺傷、また自陳せざるを得ない損害を与え、 撤退の際に、ジュノーの上院を見捨てたが13日の戦闘と10月11日から12日のエスペランス岬沖での噴戦ぶりが称えられ、主君部大将が授けられた。エスピリトゥサント島で損傷したサンフランシスコの応急修理が行われたが、皮肉にもその作業を担当したのは戦死したヤング艦長がかつて艦長を務めていた工作艦ベスタルであった。 11月18日、サンフランシスコはヌメアに向けて出港。ヌメアに到着後11月23日にアメリカ本土に向けて出港した。12月11日にサンフランシスコに到着し、3日後からメアアイランド海軍造船所で修理が始まった。1943年から1944年、編集1943年2月26日、 戦列に復帰したサンフランシスコは PW2211 戦団を護衛し、南太平洋に向かった。3月20日にヌメアに到着した後、5日後にエファーテ島に向かい、4月中に新珠湾に帰島した。サンフランシスコはアリューシャン方面の戦いに投入されることとなり、北太平洋部隊の第16任務部隊に合流。月末に、 アラスカに到着すると、サンフランシスコは、アダック島を拠点に行動し、5月のアッツ島の戦い及び7月のキスカ島奪還では、護衛、海上封鎖、対地砲撃を行った。キスカ島撤退作戦も参照7月23日、アメリカ軍のカタリナ飛行艇が、アッツ島、南西200海里の地点で7隻の船を、レーダー捕捉し、 艦隊司令長官トーマス C 近郊ド中将は日本艦隊とみて直ちに迎撃作戦に移った。しかし当時この海域には日本艦船は存在しておらず、これは全くの事実誤認であった。7月26日、ノームの中で戦艦ミッシシッピーのレーダーが15回里の地点にエコーを捕捉。艦隊各艦からも 同様の報告を得た近景度は直ちにレーダー射撃を開始させ、戦艦や巡洋艦が砲撃を行った。約40分後、反応は消失した。しかし、不思議なことに、サンフランシスコのレーダーにはこの戦いの最初から最後まで全く反応がなかった。これは現在では、レーダーの虚像によるご反応を日本艦隊と見間違えたという説が一般的であり、 もちろん日本軍にも全く損害は出ておらず、一方的にアメリカ軍が無駄弾をばらまいただけであった。この際米軍が消費した砲弾は36センチ、砲弾118発、20センチ砲弾487発に上ると言われている。この5人攻撃の状況に関して、米艦隊が打電した砲撃データの伝文を日本艦隊はすべて傍受しており、 また平分で打電されていたために、米軍は同志打ちをやっていると、日本軍は思ったという。7月28日、敵艦隊を撃滅したと確信した金景度は、弾薬補給のため一時、艦隊を交代させる。この時、金景度は、キスカ島に貼り付けてあった、紹介用の駆逐艦まで引いて交代してしまった。翌日、周辺海域から、 アメリカ艦隊がいなくなっているとは知らずに、キスカ島撤収部隊が突入し、キスカ島から陸上部隊を撤退させた。7月30日、日本軍守備隊が撤退したとは知らず、補給が終わったアメリカ軍は封鎖を再開した。8月15日にサンフランシスコは、キスカ島の上陸作戦であるコテージ作戦に参加し、艦砲射撃などの支援を行った。9月中旬に、 新珠湾に帰島したサンフランシスコは9月29日に第14.21任務軍に加わり、ウェイク島攻撃に向かった。任務軍は10月5日にウェイク島近海に到着し、日本軍守備隊の射程圏内を航行した。10月11日、任務軍は新珠湾に帰島した。ついでサンフランシスコはガルバニック作戦に参加し、ブタリタリ沖に到着した後、 ベティオ島に対する事前砲撃に参加し、ブタリたり西方の補給路を確保した。11月26日、サンフランシスコは、ヨークタウン・レキシントン、カウペンス5隻の巡洋艦及び6隻の駆逐艦からなる、第50.1任務軍に加わり、クエゼリン方面の日本軍施設への攻撃に向かった。12月4日、関西機が目標に向かった後、 正午前後から日本機の反撃が始まった。12時50分、サンフランシスコは、左限監視方向から3機の雷撃機の突入を受けたが、そのうちの2機は、サンフランシスコに対して、機銃装者を行ったものの対空砲火で撃墜され、残る1機も、ヨークタウンからの射撃で撃墜された。機銃奏者により1名が戦死し22名が負傷した。火が落ちてから再び、 日本機の攻撃があり、歴ントンが雷撃されて損傷した。任務軍は北に西にと行動し、12月5日1時30分以降は、レーダースクリーンから日本機が消えた。翌日、サンフランシスコは、新珠湾に向かった。1944年1月22日、サンフランシスコは、第52任務部隊の一貫として再び、マーシャル方面に向かった。 1>, 1月29日、任務部隊は、クエゼリンの戦いの支援で、マロエラップ干渉の日本軍施設に対する攻撃を行った。攻撃後クエゼリンに向かい、1月31日6時30分に、作戦海域に到着したサンフランシスコは、7時30分から、干渉内のあらゆる目標に向けて、臨機応変に発砲した。8時49分に一旦発砲を中止し、 9時に再開。サンフランシスコは干渉内の島々に対して艦砲射撃を行い、それは日没時まで続けられた。2月8日、サンフランシスコはマジュロに向かい、第58任務部隊に合流した。2月12日、サンフランシスコは第58.2任務軍の一貫としてマジュロを出撃。4日後、第58任務部隊は、 トラック島空襲を行った。2月16日から17日にかけての深夜、イントレピッドが巨雷の命中により損傷。サンフランシスコは構想されるイントレピッドの護衛に途中まで当たった。2月19日にイントレピッドは2隻の駆逐艦とともに真珠湾に開港され、サンフランシスコは他の艦船とともにマジュロに向かった。2月25日、 サンフランシスコは第58.2任務軍と共に真珠湾に向かった。1ヶ月後の3月20日、第58.2任務軍はマジュロに進出し、3月22日にパラオ及びカロリン諸島への攻撃に出撃した。3月30日から4月1日にかけて関西機がパラオとボレアイ干渉を攻撃し、サンフランシスコは観測機を救助活動に活用した。 4月6日に帰島し、1週間後に任務軍はホーランジアの戦いの支援で出撃した。4月21日から28日まで、第58.2任務軍はホーランディアに対する上陸作戦を支援した後、4月29日にトラック諸島を再度攻撃。サンフランシスコは4月30日に他の8隻の巡洋艦と共にサターン艦章への砲撃を行った。 砲撃後は、第58.2任務軍に合流し、マーシャル諸島に向かった。マジュロに帰島後、クエゼリンに移動したサンフランシスコは、第5 3 1号任務軍と共に、サイパンの戦いに参加するため、6月10日に出撃した。6月14日から2日間、サンフランシスコは、テニアン島に対して砲撃を行い、一時第9巡洋戦隊の指揮下に、 入って6月16日にグアムを砲撃した日本艦隊がサイパンに向かいつつあるという法に接し、サンフランシスコはサイパン島沖に戻った。6月17日に補給を行ったサンフランシスコは2日後のマリアナ沖海戦に参加。10時46分頃から攻撃を受けたものの、日本の艦載機は対空砲火と上空援護の戦闘機により、 舞台から30キロ以内に立ち入ることすら難しかった。11時46分、サンフランシスコは従順インディアナポリスと共に対空射撃を行い、正午までには静けさが戻った。6月20日、サンフランシスコは逃げる日本艦隊の追撃に加わったが、翌日までにはサイパン島沖に戻って援護射撃を再開した。七月八日、サンフランシスコは再び、 グアム沖に現れ、アガットとハガニアに対して砲撃を行った。7月12日にサイパント沖で補給を行い、7月18日にはグアム沖に戻った。7月18日から20日にかけてはアガットとファジ、サキ沖で水中破壊チームの支援を行い、日本軍に陣地を整えさせる暇も与えなかった。7月21日にアガットビーチに、 陸上部隊を上陸させ、7月24日には、オロテミサキに対して、砲撃を行った。7月30日に、作戦海域を離れ、エニウェトク干渉と新珠湾を経由し、サンフランシスコに向かった。8月16日に到着した後、オーバーホールに入った。10月31日、オーバーホールが終わったサンフランシスコは西に向かい、11月21日に、 ウルシー艦渉に到着し、第6巡洋戦隊の帰還となった。12月10日、サンフランシスコは第38.1任務軍と共にウルシーを出撃し、フィリピン攻撃に向かった。12月14日から15日にかけて、関西機はフィリピン各地を空襲し、サンフランシスコの関西機は対戦紹介と救助任務に当たった。12月16日、 第38任務部隊は、第30.17任務軍と合流して、養生補給を行う予定だったが、コブラ台風に遭遇し給油活動は中止。その後2日間にわたって、任務部隊は台風に翻弄された。12月19日、サンフランシスコは、台風で沈没した3隻の駆逐艦の生存者捜索に当たった。第38任務部隊は、翌12月20日に、 フィリピンへの攻撃を再開すべく西に向かったが、空襲できる状況になく、12月24日に、うるしいに帰島した。1945年、編集6日後、第38任務部隊は出撃し、1945年1月2日から3日と9日に、台湾を1月5日から7日には、ルソン島をそれぞれ攻撃し、日本機は戦闘機によって一掃された。 第38任務部隊は、バシー海峡を越えて、南シナ海に入り、5日間にわたって、軽巡洋艦、カシーなどの艦船やインドシナ半島方面の日本軍施設を叩きのめした。1月15日から16日には、香港、アモイ、スワトを攻撃し、1月20日に、ルソン海峡を投降して、台湾攻撃に向かった。1月21日に、 神風の攻撃によりラングレー及びタイコンデロガが損傷を受けたが、翌1月22日には南西諸島を攻撃し、1月26日にウルシーに帰投した。2月10日、第58任務部隊は伊王島の戦いの支援のため出撃し、サンフランシスコもこれに従った。2月16日と17日には本州の飛行場を攻撃し、2月18日に 小笠原諸島に接近した。サンフランシスコは2月19日の洋島上陸支援のため火力支援部隊に編入され、2月23日まで硫黄島へ艦砲射撃を行った。25日に東京を再度攻撃し、次に名古屋を攻撃する予定だったが、天候不良により中止された。2月27日、第58任務部隊はウルシーに向かった。 3月21日、サンフランシスコは第54任務部隊の一貫としてウルシーを出撃し沖縄島を目指した。3月25日、サンフランシスコはケラマ列島に対する攻撃で総会作業と水中爆破班の作業を支援した。翌日にはケラマの島々に対して砲撃を行った。3月27日には空からの反撃が始まったが、 サンフランシスコは予定通り4月1日の上陸予定日に備えて沖縄東沖に移動した。サンフランシスコは4月1日以降の5日間の間に陸上のあらゆる施設に対して砲撃を加えた。4月6日弾薬を使い切ったサンフランシスコはケラマに戻って補給を行い、その最中に天山の攻撃を受けたが跳ねつけた。 第54任務部隊に戻ったサンフランシスコは97式艦航の攻撃も撃退した。4月7日朝には別の空襲を受け、1機の特攻機がサンフランシスコめがけて突入してきたが、撃墜されて、右玄監視から46メートル離れた地点に墜落した。サンフランシスコは第51任務部隊に移動して沖縄の東に向かい、 夜になって、第54任務部隊に復帰した。4月11日から12日には99式艦爆の突入を受けたが、この99式艦爆は火を吹きながら、商船をかすめて海中に墜落した。4月13日から14日にかけては、再び第51任務部隊に合流し、島東部で行動した。4月15日、サンフランシスコは、ケラマに戻り、 夜になると、サーチライトを照射して、信用の侵入を警戒した。日付が変わる直前、2隻の信用が、輸送船を目標に侵入してきたが、サンフランシスコはそのうちの1隻を撃沈する手助けを、した。サンフランシスコは、那覇沖に戻り、4月17日まで飛行場に対して、砲撃を行った。翌日、サンフランシスコは、中条湾に向かい、道湾を拠点に、 島の南部で支援行動を行った。4月21日から24日に那覇方面の飛行場攻撃を行った後、ウルシーに向かった。5月13日、サンフランシスコは沖縄の戦場に戻り、中城湾から支援行動を行った。与那原方面への第96不評師団の上陸支援に始まり、5月27日には、 第77不評師団の上陸支援を、ケラマでの補給が終わった後の5月30日には、第1海兵師団及び第6海兵師団の上陸支援をそれぞれ行った。6月21日、サンフランシスコは沖縄の南東190キロ地点で、第32.15任務軍と合流し、ケラマに向かった。7月3日、サンフランシスコは、 日本本土侵攻の準備のためフィリピンに下がった。しかし、8月15日に戦争が終わり、侵攻準備は取り消され、新たな任務の準備を行った。8月28日、サンフランシスコはスービック湾を出港し、中国沿岸に向かう。航海、北海で G 活動を行った後、総海作業を支援し、10月8日には、新川に停泊した。 13日から16日まで北海で別の自活動を行った後、新川に帰還した。同地で第6巡洋戦隊司令官のジェラウルド・ライト少将は朝鮮半島における日本海軍の幸福調印委員会の委員長職を務めた。11月27日にサンフランシスコは帰国の都に着く。サンフランシスコには12月半ばに到着し、 1946年1月、初めに東海岸に向かい19日に不活性化のため、フィラデルフィアに到着した。2月10日に退役し、大西洋予備役艦隊フィラデルフィアグループで保管される。1959年3月1日に除籍され、9月9日にスクラップとしてニューヨークのユニオンメタルズアロイ社に売却された。サンフランシスコは、 フロリダ州パナマシティで1961年に解体された。サンフランシスコがメアアイランド海軍造船所で1942年12月に修理を受けたとき、環境の広範囲な再建が必要であった。古い環境の両翼は取り外され、現在ゴールデンウェイとナショナルレクリエーションエリアのランズエンドに据え付けられ、太平洋を見下ろせるようになっている。それは、 東京イコールサンフランシスコ間の体験航路に一致している。また、館内辞書はサンフランシスコのマリーンズメモリアルクラブに展示されている。サンフランシスコは第二次世界大戦の選考で17個の従軍聖書を受賞した。前述のようにエスペランス三崎沖と第三次ソロモン海戦での選考により、サンフランシスコは主君部大賞を受賞している。 同海戦における働きにより、サンフランシスコの乗組員のスキャンダンド少佐、マッカンドレス少佐の他にラインハート、ジェイケップラー少半兵装の3名が名誉勲章を受章し、戦死したキャラハン少将にも名誉勲章、真珠湾攻撃での働きですでに名誉勲章を授与されていた歌手心、ヤング艦長には海軍十字章がそれぞれ追贈された。 サンフランシスコの艦上で戦死した、キャラハン少将及び活進、ヤング艦長の名前は官邸に命名された。前者は、駆逐艦キャラハン及びミサイル駆逐艦キャラハンであり、後者は、駆逐艦、活進ヤングである。このうち DD、DD-792 は1945年7月29日に、神風攻撃により沈没し、神風によって撃沈された最後の、 アメリカ海軍艦艇となった。ありがとうございます。